こんにちは、はじめ社長と正木取締役です。はい、皆様 T シャツアレンジというものをご存知でしょうか。知ってますか？あんまりよく分かんない。実は僕もなんですよなんでちょっといろいろ調べてみたんですけども、使わなくなった T シャツとか皆さん持ってると思います。持ってない T シャツそのまま捨てるのがもったいないということで、使わなくなったりした T シャツをアレンジして別の使い方をしようというものが T シャツアレンジというものらしいです。まあ、本当に T シャツアレンジって言ってもいろんなのがあって、ちょっと切ってみて V ネックにしたり、首元が広めを T シャツにしてみたり、切り目を入れてちょっとこうセクシーにしたり、腕の袖をめっちゃ短くしてみたり、もうなんかタンクトップとかにしてるのもありました。リメイクしてバッグにしたり、まあ、クッションカバー、まあ、そういったように使わなくなった T シャツをリメイクして、とにかく他のいろんなことに使ってみるっていうのが T シャツリメイクってものでございます。で、今回なんですけども、企画として、まあ、我々も T シャツリメイクをしてみようということで、切ってつなげて作ろう T シャツリメイク選手権。全く思い浮かばなかった今回アレンジする T シャツはポコロンダンジョンズを開発している株式会社グレンジさんから提供していただきました。こちらの T シャツ加工しても良いと言われているので、今回この T シャツを使って T シャツアレンジをやっていこうと思います。で、ちょっとここでもう一つお話があるんですけども、なぜ T シャツアレンジをするかというと、我々の T シャツですね、まあ意味深にちょっとお揃いの T シャツを着ていますがまあ詳しくは動画の最後でちょっといろいろお知らせがあるので、ぜひ最後まで見てください。というわけで T シャツアレンジやっていくわけなんですけども、要するにあれでしょう、斬新な T シャツアレンジをした人が勝ち。はい、はーつって、はーつって芸術系だし、まあこちらもまあ芸術系なんで、まあなかなかこうクリエイティブなものができるのかなと思ったんで、やろう。いた。出せよ。出てる。出てないっては。見て見て見て、完全に怪我した人。完全。はい、というわけで無事 T シャツアレンジ作り終わりました。で、僕とまさきそれぞれ2つずつ作品を作ったので、それを今から2人ずつ交互に紹介していって、どれが一番斬新でクリエイティビティな作品なのかを決めていきたいと思います。まず最初はまさきです、どうぞ。でん、おー、テーマはワイルドだぜ。丸くじゃなくて、うん、V ネックにしたのと、ここに切り込みを入れて、ちょっとワンポイントのワイルドさをアピールした男性向けのアレンジ T シャツですね。夏とかでも良さそうですよね。うん、そう、これからの暑い時期に。確かに確かに。着ないんですか？下と相まってバスケっぽい。なんかバスケっぽいね。あ、全然ありじゃん。いや、ありありあり。いや、結構ありあり。どうぞ。どうすか？いや、斬新だね。でしょ？まあ、多分、まあ、見てもらったら分かると思うんですけども、V ネックですね。あの、サイトにも書いてあったんですよ。思い切って V ネックにしましょうって書いてあ、確かにね。思い切って V ネックにしてみました。男性だけじゃなくて女性にも着てもらいたいと思っていつでも授乳ができるようにこっちからもいけるし、こっちからもいけるっていう 2way の授乳方法があるっていう。すごい、なかなかやっぱ普通のデザイナーが思いつかない。まあ確かにパッと見でもこれねは。では続いては3作品目、まさきさんです、どうぞ。今度は女性向けです。おお。でん、おお、こう半円形にして、はいはい、ちょっとこうセクシーな感じ。あとこっち肩が出るようにして。肩出るの？そう、ここがこう、こう肩が出る。夏場いますね、そういうの。そうそうそう。あとこの辺からも覗ける肌。いるいる、そういう女性いる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 、よく見るよく見る。なんか腰チラみたいな感じ、ね。そう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 。あ、いいね。タグが立ってるね。ちょっとセクシーをイメージしてみる。実際に切ってみたらどうですかね。待って、いいですかいいですか、はいはいはい先ほど肩で出るのを見せてください二の腕しか出てませんよ。どういうことですか？恥ずかしい。これなんか森で木に引っかかったみたいな。ありがとうございました、いい感じです。ドラストを飾ってくれるはじめさんの作品です、どうぞ。
結構すごいと思うんだけどね。でもね、かかた鎧を作ろうと思ったんですけど、これが限界ですわ多分。いやまあでも T シャツでできてるっていうのは言われないとわかんないよね。まあ確かにもうほぼここら辺とかもうすごいからね結構、うん、強そうかと言われるとちょっと微妙。うん、実際やってみたんですけども結構難しかったです。なかなか綺麗にね切るっていうのができなかったんで、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。どれが良かったか良かったらコメント欄で書いてみてください。今回のこの T シャツの動画ですね、僕昔もコラボしたんですけども、ポコロンダンジョンズさんとのコラボ企画でございます。そしてポコロンダンジョンズさん3周年記念でございます。おめでとうございます。ポコロンダンジョンズ3周年記念ということで、今回なんと今僕が着ているこのポコロンダンジョンズとはじめ社長のコラボ T シャツを333名の方にプレゼントいたします。はい、エンディングにいる僕が中心にいて周りにはキャラクターがいます。さらにそのうち3枚はこちらのサイン入りの T シャツになります。なかなか可愛くないですか、色合いも。もう口がちゃんと僕のエンディングっぽくなっております。はい、というわけで動画の概要欄、今回のキャンペーンの URL を貼っておくので、ぜひそちらから応募してみてください。そしてなんと3周年キャンペーン期間中はポコロンダンジョンズ無料で最高レアリティのモンスターが手に入るガチャが回せるので、ぜひこの機会にダウンロードしてみてはいかがでしょうか。じゃあな。